吉アルゾーさん、天使ナナナさん、関山ねねさん、ちょっとひどいラス引いちゃった。どうしていいかわからんけど、悪くないけど、あ、おい、ドラ切ってる。もう見てない、早速見てない。ワンがないやん。キャンワンがないよ。どうすんの？ウーアンがある？ハーピンまで終わりよるやん。どうするよ。ビーチ。スモ。どうすんのこれ。いらん気がするけど。ウーアンとリャンピン分からんかった。どっち？ウーアンが良かった。ウーアンいるこれ。
いそ死にかけとるよ。いそを死にかけてます。うわぁ、しくっとるよな、これ。いらんか。進むほうがいいか。ああ、はより暗蔵逆に切らんばこなんじゃ。間に合ってなかったりして。いそうラス1。もう経典そろそろ。C。H。最低か。ずらしたいな。難しいなぁ。なんだ、しもちゃん。押した。なんだ。チートへ。いやーきついな。スモ。ピンク量したのか。ピンクしない。
あ、チェント変えればよかった。発想があと1枚、風装が2枚。ボン3枚。1キューピンがもうないしな、いらんな。
ポン。童話もいらんよね。ボン。
私まあ、説得ではないですけど、先ほど大会に出ましたので、ちょっと優勝しました。見たいですね。はい、はい、そうです。シルメイトも頼ましてみたいな、僕だけ天狗らしい説明。あ、ヤシジパートンで。いやー、安いのか。ちょっと当然にちょっと出したな。あ、まあ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 、でもね。ちょっと減らして、めっちゃ減らして、ちょっと減らして、シルメイトみたいな感じで。あったり、俺がインターネットマージャンのコミュニティでもなんか、すごく良かったなっていう。そうなんだっていうのが面白かった。ナルクさん、ナルクミノさんと一緒にやってたんですよ。はい。で、ナルクミノさんと、まあ、半年ぐらい前、半年ぐらい前に、前に、ボン！シグマリーグの選手、FC ビルと一緒にやってて、その時めっちゃナーガに見せたんですよ。で、俺はナーガだ、俺がナーガなんだ、俺の名はエディみたいな感じになってたんですよ。そう、ナーガ。そう。で、今、俺の名はジェイ。PJ に経験、まあそんなに乗せてはないんですけど、まあ悪いことができたからちょっと PJ に知ってながらやるみたいな感じで、めちゃくちゃの仕方変わりましたって言われて、まあ、ある程度なんかその経験としては変わってるんだなって時間ができたからみたいな感じで、なるほど、まあ気持ち悪いしたんですけどこれが気持ち悪いとはすごい気持ち悪いですよ、はい、まあ、お前と違いぐらいですね。はい。まあそんなね、全部全部やっていきましょう。はい。質問。大体勝ったね。負けたのに最新のプレゼントはい。はい。三色がほんのり。あれ来たはい。じゃあ皆さん。ああ、うん、今週はなんかうわって話題になったね、はい、まあ平和な今週かな、いやーその中でもなんかちょっと変わってきそうな、山奥、はい、はい、これはどういう話でなったかな、ジャンソンとかで、はい、ロンドンさんがするじゃないですか。その時に、いやー、俺のスチームどこなのかなって思って、僕のスチームの大抵のエースで、うん、楽しかったんですよ。はい。まあ、どうかなみたいな。あまり強いか弱いかは関係なさそうだってわけだけど、たまればを考えるやつみたいな。うまい。そうですね。強いかどこかを置いておいて、なんていうの、勝ち点と延長点に分かりそうかな。ジャンソン行ってる人しか分かんない。リーチ。例えば、横移動とかするじゃないですか。はい。自分がリーチしてて、横移動とかするじゃないですか。連合の受け渡ししてるときに、自分の前に山があるって送ってみたりしないですか、ね、そうなんでしょうって。分かる人結構いると思うんですけど。天狗の横移動見ながら、なんか一応自分が次積もる範囲をなんとなく持ってて積もっていて、あ、違うか、一度見進んで、何に行くのかしら、次の人も何かなみたいな、次、そういう人間をめくりに行ったりしてるんですけど、自分の前に山が、ドン！じゃあ、何と見たりしますけどね。まあ、それくらい。でまあ、一応、超好意的な解釈すれば、自分の山がなってるか、あの海があってるか、本当にくっくりは、まあ、なくはないですよね。自分が、チームの3枚を言わずに、みたいな。あれが考えるのが楽しいって考える人が多いと、うん、だから、だってなんか、やる人はこれ自分じゃべくらい。いいじゃん、やるやつは終わりでと。やって、あ、外れた時に、なんでそれが外れたのか、検証ができないんですよね。そうだね。チーピンは絶対山にいるはずはもなかった。何でやろうか。この人のチーピンって、チーピンがアンコになった。バッキンピンになった。じゃあ何でやろうって、検証ができないから、その、あっちか
カップが始まったら、彼のさらに検証はできないのか。まあ、意味はないのに。意味はない。意味はない。でも、なんていうか、欲しいみたいな感じで。エンジョイっていうのは、大事じゃない。いや、次の日の線がロスが日の線やめてよ、今の気分みたいな遊びがありますね。はしご。タイガー三色ドラマ。C。いらっしゃい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 。最後の、先輩で入って、まあ、フロンされていくみたいなやつ。まあ、これはいい。それで、やらんから、全部、はたはた、全部、僕、もう、普通にあって、あ、これ、あれなんだ。だから、もし、半減倍、手の中で欲しいから、全部手の内でアンプになって大作業になったんだ、みたいな感じで、配信で盛り上がったりました。感じられんかーみたいな。そういうのか、ね。あ、というか、ね、この趣味としては普通に遅いじゃないですか。そういうの。によっては、ちょっとしたたまればを大人さん、多分みんなゲームの進行を止めてまでできるのは、ちょっとやめようぜと言えないよって思いますよね。あ、これはそうなんですね。なんか、なんとなく自分の前には、一枚爪場、爪場、めくってみて、ガシャーって落としたら、爪場を落としてなくて。いや、ま、絶対あるでしょうって言うのも、ちょっと落としてやりたいなって言うと、まあ、ちょっと嫌に進めようって、いいんだって言うのさ、っていうふうになっちゃう。強いとか弱いじゃなくて、常識がないって言うと、相手のこと考えられるとか、こういう感じで。韓国の天才みたいなのですよね。関わりないように言うと。いや、わかるの？でも、ハイフ検討って何なのって思いますね。それで、やるに何があるかを見るっていうのは、まあ、言って小さなハイフ検討って言うんじゃないですか。まあ、そう。まあ、少ない小さな。まあ、機械の方が正確だみたいな、機械っていうか、機械、入れたものが完全に、なんか、正確だみたいな、それ、言えます。スモ。難しいこの G1 ゲリ、急走でもいいかなって思ってしまう。昔は急走切ってた。
でもうっかりつももあるもんね。ここにリーチがいるのかどうかね。つも。うっかりつも。めくったいのは別に気持ちばかりしない、ちなみに3つだったんだよなって言われたら、そのまあ、それでも楽しみ方だからね、山読みに関して調べてみて、うせっかしゃーって、インターネットバージョンでやれるんだ、そんな気にする。インターネットバージョンを知られてるって言われたら、ああ、確認者の創生上でいいのかな。ありがとうございました。